どうも、ルイです。今回ですね、俺だけレベルアップな剣、ライズやっていきたいと思います。今回、リセマラのやり方ですね。リセマラをちょっとやっていこうかなという感じですね。今、ストーリーの方を、いけるところまで行って、まあ、自由に動けるというところまで来ましたと。まあ、15分から20分ぐらいあれば、普通に来れるんじゃないかなと思いますと。で、まあ、ここから、まあ、こちらですね。まあ、まずはメールから、まずはメールを受け取っておくと。で、まあ、こちらで全て受け取って、で、こちらから、まあ、ミッションでも、まあ、図鑑でも、業績でも、まあ、石の方をちょっと獲得できるんですけど、まあ、じゃあ図鑑でいきますか。まあ、図鑑の方で、まあ、石が2500以上になったので、これで。まあ、これで、まあ、消化に行くと。で、今、高坂のピックアップ、ですかね。の方と、白川のピックアップですかね。来てるので、まあ、高坂の方で自分はリセマラをやってますよと。で、まあ、10連引けるので、まあ、10連引きますと。まあ、石が2500あればね、チケットと交換になってリセマラ引ける感じで、まあこれ一応昇格などがあるみたいなんですけど、まあ一応スキップしますよと。獲物に逆らう権利なんてなくて当然でしょ。はい。まあここでちょっと狙いのキャラが来なかったら、リセマラ続行してもいいんですけど、一応ね、セレクトガチャっていうのがありまして、まあ、セレクトピックアップ召喚ですかね。こちらで、まあ、ピックアップしていくと。で、まあ、自分の方は、一応こういった形で、キャラ3体、武器1個ですかね。これで、まあ、10連引いてますよと。で、まあ、スキップするんですけど、まあ、こんな感じですかね。で、まあ、あと単発で石とか集めていったら、もう少しできるんですけど、まあ、このね、大体20連で結果を見て、ちょっと気に食わないなっていう場合はですね、こちらですね、こちらから、で、こちらアカウント設定ですね。で、アカウントのリセットっていうのがスマホ版の方はあるので、で、ちなみにまあ PC 版ではないですよと。で、まあ、こちらチェックして、こちらですね、アカウントリセットと。で、またチェックして、アカウントリセットと。で、こちらはまあゲストでサインと。で、まあ、チェックを入れてまあ同意すると。で、まあ、クイックスキップが出るので、まあ、ここはチェックを入れて、チュートリアルをスキップを選ぶと。まあ、そうすることによって、またログインの方に戻ってくるので、まあ、自由にプレイできますよ。
で、その PC 版とかは、その、まあちょっとやってないんですけど、そのホーム画面ですかね、ホーム画面に戻って、メールアドレスがいくつかあれば、まあメールアドレスがあれば、まあ、リセマラができますよ、みたいな感じみたいですね。まあ、なので、その、スマホ、アプリの方で、リセマラされる方はやった方がいいんじゃないかなと。まあ、結構今みたいな手順で簡単にね、そのリセマラができるので、まあ、これでちょっと頑張っていった方がいいんじゃないかなという感じですね。まあ、一応そのリセマラの終了基準みたいなのは、一応まあ、高坂一体を引いた後に、まあ、このセレクトガチャね、できますんで、まあ、セレクトガチャで、まあ、キャラが武器が、まあ、納得いく形で引けたら、まあ、終了でいいんじゃないかなと。で、あと、こちらですね、スペシャルスカウトっていうのがあるので、まあ、こちらをね、ちょっと引いて、まあ、課金できる方は、まあ、がっつり課金してやってもいいんじゃないかなと思いますと。まあ、そんな感じですかね。ということで、まあ、本日はね、この辺りにしておきますと。まあ、よかったらチャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いします。それでは皆さんまた。